さあそれではですね、検定にあるこの上下をうまく使ったベーシックのショートターン、これちょっとやってみたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは上下の運動です。はい、今のがこう上下の動きを使ったベーシックショートっていう動きになるんですけれども、ショートターンではこのテール側のグリップをしっかりさせてあげた方がうまくボードが回ってきて、ノーズばっかりがグッて噛んでしまうと軽くなってるテールがザーっていう風にずれやすいです。なのでうまくテール側に重さをしっかり乗せていった方がショートリズムも安定して取りやすいなって思うので、まず頭をあまり前に出さないように立ってみる、これが重要です。僕はもう後ろ足の上に頭があるっていうイメージで滑るようにしてます。そうすると前よりも後ろの方が曲がった状態がスタンダードになるので、ここから上下の運動って言われると後ろ足のこの曲げ伸ばしがとっても起きてるっていう感じです。このつま先側でもこうやって上下するとこちらと後ろ足首が曲がってるっていう感じです。まずは立つところを少し後ろポジションにしてテールに重さが乗るっていうことと、そこから運動を起こすので後ろ足の曲げ伸ばしがしっかりとできるととっても乗りやすくなりますよ、リズムもターンコントロールもしやすくなりますよっていうお話でした。ベーシックショットターン頑張ってみましょう。